こんにちは。こんにちは。はい、今日は実際にリラックヤにワンダも来てくださっているお客様で、自己紹介ちょっと軽くお願いします。こんにちは、ルナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。20歳です。あ、21歳になりました。21歳、お誕生日おめでとうございます。おとといになりました。なったばっかりです、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。突然すいません。いえですね、肩が凝るんですよね。肩と足ですよね。足もそうですね。肩と足がひどいの、はい、いつも疲れ、仕事だったりとかなんですよね。そうなんです、はい、というルナさんです。今日もやっぱり肩と足でしょうかね。肩です。肩足です。肩特に足ですかね。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あったかい。うん、ちょっと使ったばっかりだから張りがありますね。本当ですか。あ、待ってます。使ったばっかりなのもあるし、最近ずっとこれなんですよ。あらあらあら、ここ1週間、1週間ぐらいなのかな、なんか本当に足に疲れがめちゃくちゃ出て、昨日がマックスでした。だから今日これがあって本当に良かったな。もう今日マジ本当に今日乗り切ればって昨日ずっと思ってたんで、見てもらえるかなと思って奮い立たせてました。奮い立たせてくじけそうになるところ。本当割とくじけやすい。あ、そうなんですか。え、そう、なんかでくじけやすいのをなんか変にカバーしようとするから、カバーできるんだけど疲れは蓄積するみたいな、気持ちでなんとかしてる感じなんですね。そうなんです。体力を精神力で補ってるから本当に本当は体は無理してるってことですね。そう、多分そうかなと思います。結果が花澤さんが見ている通りです。そうです。全部塗ってきますね。さっき右足にあざありましたけど、左足は何もないですかね。はい、打ったのは右だったんで、なんか全てを右がカバーした感じでした。ちっちゃいのが多分膝元になんか、膝のあたりあると思うんですけど、それは全く気にならないので、大丈夫だと思います。はい、わかりました。力加減いかがですか。もうとってもとってもです。とってもです。昨日今日が本当に楽しみすぎて、はい、なぜかホームページっていうかそのレゼルバだったりとかの画面をひたすらなぜかチェックをする。はいはい意味が確かに意味不明なことですね。意味わかんないですね。もう決まってるから安心してていいのに。なんで職場のパソコンの履歴には残ってます。ちょっと謎の行動ですね。謎の行動。いや。でもなんかわかる気がします。なんか楽しみだとそれを見ちゃうってありますよね。そうですよ。絶対みんなそうだよ。もともと動画経由なんですよね。そうです、そうです。スペインで見てました。ああ、そうか。結構前なんですっけ。本当に前です。見始めたのは。見始めたのは前で、でなんか私はそのスペインではあんまりマッサージとかそういうところには興味が、もちろん生態とかも、すごい文化的にすごい多分発達してるわけではないと思ってるので、
けなかったのを見てました。見て日本に帰ったら絶対行くって思ってなるほどなるほど。でそうマジ運よく縁があってって感じです。そうですね。いややっぱなんか遠く多分それは書いていただいてたんですよね。もうなんか そのスペインでとまで書いてたか分かんないですけど、うん、その外国に住んでいて、うん、でなんか何年も前から見てますみたいな。 あれそうでしたっけ、そのことまで言ってたっけ。私多分割とちょっとその一番最初のちゃんと思い入れがみたいな。めちゃくちゃあります。はい、なんかすごいきちんとした方だなっていうのとあなんかそうなんか遠いところでも見てくれてたんだなっていうのとか。YouTube ってやばいですよそうですね、それ世界が市場ですもんね。本当本当だからできてますよ世界を市場にそうそう、なんかなんか割とあれをちゃんと書いてくださらない人もいるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、ただなんか本当に簡潔に必要事項だけみたいな。それだとなんかやっぱちょっとこう優先的に選ぼうっていう風になかなかならないので。でもそうですよね、だって一応儲けてるわけですからね、うん、我々はそういうの。そうなんですよ。ってことはこれがどういう風に思ってるかって。そう行きたくないと。そうなんですもんね。そうなんですよ。ちょっとそのなるべく思い入れがある方とか自分に合いそうな方とかをお取りしたくて、なのでああいう形でこうちょっとアンケートっていうか儲けてて、なんか本当に、はあね、であれあれもなんかそういう人柄とか思い出みたいのが結構やっぱ出てくるんですね。そうなんですよ。そこで結構あじゃあこの方ぜひお取りしたいなと思ってだったんですよね。なるほど。私がただ勝手にベラベラ喋るコーナーじゃなくてよかったですよかったです。いやちゃんと言ってなんかちゃなんだろうその文章のうまさとかよりはなんかその、その方のこう気持ちとか態度っていうようなところですかね。なんか伝わりますもんね。そうなんですよ。人柄とか。そうなんですよ。私もだって本当にただバイトしてて、うん、お店でバイトしてて、うん、あの例えば食べログとかグーナビとかで、うん、あのなんかあのメッセージとまではいかないけど、はい、なんかご要望、はい、ご相談ありましたらどうぞみたいな、なんか絶対画面に出てくるんです、はい、そこにあの別に書かなくてもこっちは特にあの、うん、やっぱ違うから何も思わないですけど、あのかなんか久しぶりに会う友人と、うんうんうん、なんか4人くらいで食べに来ましたみたいなことを書いてあると、うんうんうん、そのあそうなんだなあじゃあちょっとゆったりさせてあげよう席、うん、みたいな、うん、あそう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 なんかこうこちらもその準備っていうかおもてなしのそうなんかあこういう人かっていうのを分かってると違うんで、うんうんうん、なんか分かりますし、ね、そうなんですよ。ただなんか名前とねあの、うん、なんかコース選んでるだけみたいな感じだとそうそうそうどうしようかなって、その他にもいらっしゃその方しかいなければ全然普通にお取りするんですけど、やっぱり他にも同じ、ね、時間帯で取りたいって思っている方がいらっしゃるので選ばないといけないので、うんうん、そうですよね、うん、まで本当によかったなって思います。本当にそうですよ。いやそう言っていただけると私も嬉しいです。前回、はい、あの私花澤さんにその頭のあたりを施術してもらっているときに、はい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 、あのあ分かります力が抜けてきますねのあたりがあったじゃないですか。はい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 、もう私本当にそれがいやもうそうだよって思った本当にそれが本当そうだよっておかしいんですけど、はい、あのあまさにそうみたいな感じ、はい、だからもう、はい、お母さんにも話しました。あそうなのああでもそう喜んでいただけてよかったです。お母さんなんておっしゃってました。いやまあそうだよねって言ってます。伝わるものもあるよねって、特にその手を使ったものとかだったりとか、うんうんうん、やっぱなんか人だからなって。そうそうなんです。そうでも人同士なんですよ。すごいですよねこの言葉、人だからで分かっちゃいますよね。いやこれ別に日本語だからとかじゃないですよ。あ
そうね。ねってなる。ああ確かにそれで納得するものがあるってね。そうですね。これは本当になかなか AI ではと分析できないものでしょうね。そうだから、まあ、もちろんこれから技術は進歩していくんだろうけど、うん、私がこれを個人的に勝手に思ってるのは、教育と翻訳は人同士だからできることじゃないかなって思ったりはしてて、確かに翻訳もね、ただの意訳では違うんだよなってことありますよね。確かに使えますけど、どんどん日々良くなってるのは分かるけど、改良されてますね。やっぱり感情はこもるものじゃないですか。それは私は使ってる身なので、言語を勉強するのにあたって、分かるってなって、確かに。で、特に何だろう、その慣れ親しんだ間柄になってきた時のフィーリングの会話みたいなものって、そう、まさにそうですよね。きちんとした文書だったらそんなにこう、まあそういう機械的な翻訳でもね、確かに言霊っていうかね、言葉は人が宿ってるもの使うのでね、変わっていくものだから、そのことに、ね、物腰とかがね、座っていくわけですからね。そうですね、その選び方とかつなぎ方とか間とかね、そういうところで、イエスの答えなんだけど実際はノーとかね、なんかそれがなんか雰囲気でわかるみたいなね。確かにその辺は翻訳って非常に難しいものですね。難しいです。いい翻訳ってなかなかね。そう、翻訳、通訳もそうだけど、ネイティブになるってすごいよなって思ったりもして。あ、確かに。単純な勉強じゃ多分ダメで、ちゃんとコミュニケーション取るところで学んでいくことですよね。本当に、まあ、それこそ人だから伝わるんですよ。伝わるんですけど、なんかその例えばじゃあ、それこそ翻訳で本を出すとかなった時は、その伝えなきゃいけないことをね、すごいなって思う。なんて言うんだろう、なんか深いものですもんね。その表面上を解釈すればいいのじゃなくて、その時代背景とか。そうなんですよ、ね、あ、勉強する事柄はすごくたくさんあると思います。そうですよね。そこの人が そこの地域である宗教だったりとか、そうだからなんか知らない人からしたらただの赤とかただの指のポーズっていうのがすごい暗喩が含まれてるとかあるわけですからね。知らないとなんか全然意味通じないってありますよね。ちょっと気持ち悪すぎて話にしちゃった。すいません、喋っちゃって。全然ほぐれてきましたかね。でも切ってますね。まあ、ルナさんもね、すごい何回もいらしていただいてるんで、最初からあんま抵抗がなくてやりやすいです。あ、そうですよね。まあ、だってゼロの気持ちで来てるもん。ゼロの気持ちっていうか、なんか全然こう警戒とかがないっていうことですよね。そう、むしろここに来ればみたいなところがすごいあるから。、信用していただいてるんですね。あ、もちろんです。ありがとうございます。ちょっと冷えてますね。冷えてますよ ね。すごい最近気になってます、特に。ちょっとヒートジェルに変えましょうか。あ、はい、はい、ポカポカだ。はい。左足よりなんか右の方が冷たさ感じますね。あ、本当ですか。どうしてだろう。え、そこも違うんだよ、左右で。そう、左右でもちょっと違いありますね。なんだろう、まあ、人だからっていう、これも。やば、パワーワードすぎませんか。何にでも使えるっていう。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。キュー。あ、すいません。